おかえり。どうした、どうした、どうした。座れ座れ、ここ座れ。どうした、元気ないよね。元気ないだろう、元気ないだろう。私にはわかるよ。何があった、何があった。話聞くよ、うん、うん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 、うん、あーうん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 、なるほどね、うんうんうん。それで今日落ち込んだの、悩んでんの。そうか、悩んだままでいいんじゃないか。いや、笑い事じゃないね、笑い事じゃないね。そうだよね、そうだな。でもあれだよね、多分すぐ解決できるものではなさそうだよね。ああ、なるほど、そかそかそか。それは辛かった、大変だ、どうしたら元気になってくれるかな、どうしようかな、何、私どうしたらいい、なんか何でもするけど、なんかこれしたら笑ってくれるみたいなの言ってもらえたら今するよ。どういうことってね、どういうことってなるけど、いいよ。行くよ。見ててね。ちゃんと一回しかやないから、一回しかやないからね。見ててね。笑えし、笑えし、マジ。恥ずかしいから携帯いじっていい？でもね、笑ってくれて嬉しいよ。笑ってくれて嬉しいよ。おまじないみたいなもんだよ、今のは。そうだよ、今のでいいの、逆に今のでいい。そうか、でもあれだよね、悩みは解決してないもんね。そうだよね、どうしようかな。じゃあもう一旦寝よ、一旦寝れば明日の朝ね、また考え方変わってるかもしれないしね。してなんか話して、また多分性格的にさ、あんまり人に言えないじゃんね。だから私に言って、またね。じゃあゲームしようかな。人の気持ち全然わかんない人みたいになってるけど大丈夫かな。いいよ、じゃあもう一回やるからね、もう一回やるんだから。そうだよね、笑ってくんないよね、いつも見てるもんね、こういう顔ね。いやそうだな、最近そうだな、料理してるから、なんか美味しいもの作ってあげようか。じゃあなんでそんな嫌そうな顔するの、私だって成長してるんだよ。好きなものじゃ教えて、後で、明日じゃ作って待ってようかな。じゃあ、大丈夫だよ、私がいるから大丈夫。ねえねえ、リアルカレカノって知ってる？来ないの。アイス持ってきた、猫ちゃんが好きらしいよ。